な夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にますと言う。女は長い髪を枕にして、輪郭の柔らかな売りざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の欠けを墓印に置いてください。